はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ダストです。ということで、ダストの夏ゲーレトロゲーシリーズですね、ミッキーのマジカルアドベンチャーの方を今回やっていきたいと思います。ということで、プッシュスタートして、スタートボタンじゃダメなのかなそういうことですね。じゃあ、1P ゲームやっていきたいと思います。ある晴れた日のこと、ミッキーはドナルド、グーフィー、ブルートたちと野原で仲良くキャッチボールをしていました。なるほど。おいミッキー行くぞ。こんな感じの声だっけ覚えてねえわ。あ、下手くそかよ。ブルート止まれ。心配すんなよミッキー、ブルートはもっか見つけてやるよ。ちょっとグーフィー、どこに行くんだ。グーフィーはあんな調子だから当てにできないし、ブルートは夢中になっちゃうと言うこと聞かないんだから。ブルート、ブルートってばどこにいるんだひどいあ、お、ドジっ子だとあー、こうして、始まるわけですね。はい、やっていきたいと思います。ですね、以前やったことはあります。以前とは言っても本当に昔、もう20年以上前の話ですかね、うん、オイラが一桁ぐらいの時の、ゲームなので、もうどういう感じだったかとか、全然覚えてないんですけれど、まずボタンの操作から慣れていきたいと思います。ではゲームスタート。ステージ、天空の木。これね、確かね、セーブ機能っていうのもなかったんだよな。で、方向機は当然動くとして、で、これは何だ、 B でジャンプね。OK。で、Y で掴むと。OK。わかりました。多分この2つだけだったような気がするけど。あー、ちょっと待って。あー、待って。これ確か上に行ける。はい、行ける。で、これなんだっけ。あ、待って。コインか。コインってなんだ。スコアとかに関係あるのかないのかどうなのか、その辺がよくわからない。それはずるいだろお前。これはなんかさ、うろ覚えだけれども、なんかこれの屋根の上に行けたと思ったんだけれども、待ってよ。この家のさ、屋根の上に確か行けたような気がするんだよ。で、その上の方に。ボーナスステージかなんかがあったような気がするんだけどな。お、なんだ。あ、イベントか。おじいさん、ブルートを見なかった？ブルートは、この世界の悪の支配者、ピート皇帝に連れ去られていった。諦めた方がいい。ピート皇帝？ピート皇帝は連れ去った者たちに邪悪な呪文をかけるのじゃ。奴の魔法に打ち勝った者はいない。諦めるのじゃ。ダメだよ。あ、ちょっと待って、おじいさんと混ざった。ダメだよ、ブルートは僕の友達なんだ。見捨てることなんてできないよ。ピート皇帝はどこにいるの？仕方ないの。この先にあるピート皇帝の石像をたどっていけば、奴の城に行けるはずじゃろう。なるほど。ありがとう、おじいさん。お前のその勇気に免じて、魔法のボックスをピートの領地に撒き散らしてやる。このボックスは必要な時にはお前を助けるであろう。皇帝の魔法には気をつけるのじゃぞ。なるほど。皇帝の魔法で、多分なんかもうそろそろボスだっていうのは気もしなくもないんだけれども、どういう風だったっけ。とりあえずこれ上に行きたいので、これまずいんじゃない、危ねえおー、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。コインが手に入った。あ、ちょっと待って、復活すんのか、聞いてねえわ。ちょっと待って追いかけ、あ、これで上行けるんじゃない。待って、よし、これで、よし、いいぞ。危ない、よ、オッケー。あ、ほら、
ぱり。これボーナスステージなんですよ、確か。どういう風だったっけ。あ、これはコインが出てくるやつで、で、これもまたコインか。あ、違う。あ、なんだこれ。あ、これがスコアか。なるほどね。まあ、だから来ても来なくてもいいですよ、みたいな。そんな感じの場所ですね。わかりました。あ、待って、ハート。よし、いいぞ。ハートが多分ライフポイント。よいしょ。怖で、復活するんですよね。ある程度のところまで。よいしょ。いや、やっぱさ、こういうさ、シンプルなゲームの方も、なんだかんだ言って面白いんですよね。危ね。で、さっきみたいにさ、あの黄色いやつだと、なんか時々ハートが出てくるから、減ってる時は極力、取った方がいいのかなって思うんだけど、あ、しまった。あの、なんだあれ、ピヨピヨ動いてるトマトみたいな、なんかよくわかんないやつ、を取ってれば、ここの上に行ける。待って、今すげえ冴えてた。今のは多分俺のこと褒めてもいい。これだ。あ、4つになる。なるほどね。あ、で、これで出てくる。オッケーオッケー。まあ、今はいらないんだけど。よしよしよし。で、多分このトゲトゲは当たっちゃうと死んじゃうから、死にはしない。一発死にではないけど、一発食らってしまうので、よし、オッケー。慎重に行くと。オッケー。これで、ね、ボス戦？あ、じゃあ、あ、あー。思い出した思い出した。確か俺、ここすげえ苦手だったもん。これね、こいつに、この、トマトに乗ってかなくちゃいけないんですよね。確かさ、こんな感じで。待って危ない。びっくりした。よし、いいぞ。一発、これ落ちたら、これ落ちたらまずいぞ。慎重に行け。はい。慎重に行け。待って。よし、オッケー。よし、いいぞ。一発クリアが見込めるんじゃないか。はあ、危ねえ、水か。絶対死んだと思った。あ、待って。今のこれトマト乗ってたらさ、この上行けたってこっちゃねえの、もしかして。ねえ、この上絶対なんかいいもんあったでしょ。まあ、でも、ライフポイントとかでしょ、多分。あ、ここでようやくボス戦か。オッケー。よしよしよし、来い。判定がシビアすぎる。待って、ちょっと待って。よし、オッケー。すんげえむずいんだけど。オッケー。おい、早く来い。あれみんなごめんな。あの、俺が下手くそってわけじゃないんだよ。あのさ、コントローラーが言って古いから、操作にさ、慣れないんだよな。あの、素早い操作に、コントローラーが追いついてない。だから俺が下手くそってわけじゃない。コントローラーが悪いんです。そこを理解してくれ。よし。コントローラー操作は滑らかじゃなくても、俺の口は滑らか。だけれども、ずっとこういう同じ絵だと、何も言うことがなくなってくるから、よーし、勝った一発クリアボスなんてな、物の数じゃねえんだよ。あ、で、これがプルートの石像と。思い出してきた。まあ、言って、ここもね、何面まであったっけな ?1 の4で1面だったっけ、多分。そこまでね、一発クリアでいけるはずなんで、見ててください。よし。鳥肌が立つんだけど。ね、ハート欲しいな。ハート出てくんねえかな。あー。これか。まあ、溺れてるけど。溺れてる顔してるけれど、すんげえ不安そうな顔してるけど。こっちみんな。はい。で、まあ、これね、一応溺れてるみたいな感じなんですけれども、なんかあの、息継ぎとかなんかそういうのはなかったと思う。確か。うん。ずっと水の中入ってても多分大丈夫。やばい。これ一発でも食らったらもう終わりだぞ。行くぞ。か、え。待って今俺泳いだじゃん。あ、こっからか。よかった。こういった。で、こう。待って。
待って。よし。よし。よし、オッケー。一発くらっただけで終わった。あれ？持って引っ張る。ああ、いいですね、いいですね、いいですね。ありがたい、ありがたい。で、これは何？多分下に落ちたらまずい。お、下に落ちたらまずいって言ったでしょ、今これ。あ、これは？よし、オッケー。いいぞ。よし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 。で、ああ、はい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 。もうなんかさ、懐かしすぎて、ああ、はいはいはいとか言って、すんげえクソみたいな。なんか実況始めたてみたいな感じの反応しかできねえんだけど。みんなごめんな。よし、オッケー。いいですよ。で、これは？ああ、ハートパズルっていうやつね。はい。いやー、なんかこういう拙い喋り方をしてるとさ、実況始めたばっかりのことを思い出すね。あ、これボス戦かな？あ、ボス戦ですね、多分。ここを倒せば、多分一面クリアになるもん。あれ？当たらない。よし、オッケー。で、確かね、顔しか判定がないはずなんですよ、こいつ。確か。で、この赤い時は避けなくちゃいけない。あ、待って。待って。よし、オッケー。いいぞ。こう。あ、しくった。よし、オッケー。よし、オッケー、いいぞ。よし、危ね。待って。待って、同じところで飛ばないで。よし、オッケー。もうちょいじゃね？まだ？あ、よし！ほらー見たか、これ。これで一面が、クリアであると。はい、天空の木クリアということで、とりあえず今回ここまでにさせていただきたいんですけれども、いやー、レトロゲー。やっぱいいですね、うん。昔のゲームっていうのは、シンプルで面白い。うん。ただ、コントローラーだけちょっと新しいやつ買ってくるかな。ちょっとね、多分基板がもうだいぶ使い込まれてて、時々反応しないことがあるんですよ。うん。なんで、まぁ、ちょっと一遍コントローラーをまず買ってきてから、ですね。まぁ、続きをやるかどうかはわからないんですけれども、レトロゲームも今後、やっていこうかなと思いますので、次回は、このミッキーのアドベンチャーになるか、別のゲームになるかは、まあ皆さんの反応次第でございますので、もしこちらの動画が面白いなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回も楽しみに。